特集松村邦洋と YouTube100 の質問。そもそもなんですけど、松村さんが YouTube を始めたのはどうしてだったんですか？ YouTube のお話どうですかっていうお話が来たんですよね、はい、こっちに事務所に、はい、まあ、どうだろうかっていうお話、まあ、ぶっちゃけ、うん、そうするとなんか好きな話ができるんだったらいいなと思いました。逆に2020年の9月まではやろうとか声がかかんなかったです。やりたいなと思ってたけど、あんまりそういうブログもツイッターもね、こっち発信で やらなかったし、やったってお前なんか余計なこと言うだろうみたいな感じで事務所でも言われましたから、うん、ブログもツイッターも何もやってないですからね、基本的に。だからこれで YouTube でやるって よかったですよ。おかげで仕事もあって、だって家でずっといるよりは、なんかこういう発表の場があって、まあ、2020年なんか生きてる感じがしますもん。こうやってこういうものがあるから生きてる感じが、最後どうなんですかね、70とか60過ぎて、一人で小屋で喋ってるかも分かりませんよね。ずっとやっていきましょう。4名しかいないところで喋ってるかも分かんないですよ。登録者が8人ですっつったら、8人やったら8人の方に何か話したらいいんじゃないかと思うんですよね。でも一般的にどんなに偉いサラリーマンで社長になった人も、最後はもう地域の方と、ゲートボールするとか奥さんと話すぐらいになってるから、それが本当の幸せなのかも分かんないですよね。答えが分かんないですけどね。ずっとやれる人はすごいんでしょうけど、やれるところに行きたいけれど分からないですけどね。最後はなんかこう本当に 2,3 人でもいいから話してれたらいいですよね。そういうことに関してやっぱこういうタレントとかそういう芸人の道っていうのはこだわっていきたいと思うんですけどね。やっぱり自分の感じたことを誰かに伝えたい、そうですよね。そうですね、それともうちょっと若い人の情報を知ろうと思ってテレビもね、なるべく見るんですけど、ずっと見てるんですけどね、最近ちょっと空いてる時はテレビをこう見てるんですけど、ああもう新しくて分かんないなと思って、紅白歌合戦も父親と一緒に見てたんですけどなんでお前グループなんだっつって、一人一人歌えよって父親が言ってたんですよ。ちょっと前からですけど、それ父親が言ってて、ああもっともない意見だなって思いながら、年を取るごとにはだんだん離れてくるけど、そこはなんかそういう勉強するのも楽しいですよ、ずっと一日テレビ見て勉強するのも。それこそ松村さんの太田プロさんにもね、若くてとても活躍されている芸人さんとかもいらっしゃるじゃないですか、はいはい、それこそモノマネでいうとアイデンティティのあれもそうですし、だからそういう接点とか教えてくださいとか教えてあげるとかってあったりするんですか？あんまりそう言われてみるとないですね、はい、あんま同業者とあんまり、あ、そういうものですか、接点がないですよね。まあ、まあもうちょっといろいろ話したりとかいろいろあったらいいなとは思うんですけどね。ブラッキンさんとの話の時に、安田サーカスの団長さんにそういうね、モノマネとはっていうレクチャーをされた途端に、大和田塾でしたっけ、を習得されたりとかっていうのを聞いたんで、そういうまあ師匠教えてくださいみたいな世界があるのかなと思ってたんです。あれはたまたまそういうなんか話してたと思うんですよね、はい、でもそういうのも大事ですよね、交友を持つっていうのはね、ストレスにならない交友だったらどんどん持つのもいいと思うんですよね、若い人も年を取った人も幅広く、僕はこの人はノーだ、この人はイエスだじゃなくて、やっぱり人と会って人と話してみたら、もうよほど NG な人だったらしょうがないけど、こっちがノーはなければいいと思います、ね、本当このチャンネルって NG ないですか、ね、ないですよね。あの人はなしでって言ったら、向こうがあったらそれでしょうがないだろうけど、こっちは頼まれ事って試され事なんでね、やってみたらなんかまたそこの新しい化学反応が生まれてきたらいいなと思いますけどね、真面目な話。今改めて松村さんについてこうやってインタビューさせていただいたのは、年末にショート動画上げたじゃないですか、はい、それが275万回回って あれだけで1000人以上チャンネル登録増えたんですよ、はい、でどういう人たちが来るかってやっぱりショートを見てる人だから、若い人たちがバーって出てきて、大変恐縮ですけど、なんとなくはこのまでの面白いお兄さんだっていうふうに登録してくれた人たちも見てくれて、見始めてくれてるんで、今一度松村さんってこういう思いで
YouTube やられてるんですよ、日頃のお仕事されてるんですよっていうようなインタビューの場を設けさせていただきたかったんですけど、うん、松橋さんにとってモノマネってどういうものですか？モノマネというのことでデビューして、モノマネっていうものがあっておかげでお仕事もできるんでしょうけど、まあモノマネっていうのはある意味こう声の色を変えるって言いますかね、声色っていうんですかね、はいはい、うん、その声色で誰かが喋ってそうなことを言うっていう自分の声があって、この人の声の人格になるとか、それやってて自分が楽しいんですか？うん、そうでしょうね、多重人格者みたいな感じじゃないですかねあツインピークスみたいな、いろんな人格になって、やっぱだけどいろんな人格もあるんだけど、その自分というものの幹があって、うん、他の人格になるっていう枝があって、でも時々その枝もね切らないと幹が育たない時もあるんでね、どういう時にどうなってやっぱりこう枝ばっかり多くて、うん、モノマネと枝が多くて結局自分の気持ちが伝えられないまま終わる場合もあるでしょうし、うん、たけしさんどうですかって、うん、鶴瓶さんはどうですかって、うん、ということで今日は松村邦洋さんでしたって、俺僕のこと一切食べないで終わる時とかは、うんうん、この幹が育てないなと思う時もあるんですけどね、あくまでも松村さんがモノマネをしているっていうところですもんね、うん、それも大事かなと思いますけどね。このチャンネルはいつまで続けてどれぐらいのものにしていきたいものですか？これはいつまでって言うとわからないですよね、うん、不祥事があったら来週もあるしこればかりはね、わかんないんですよ、うん、本当の一週一週最終回だと思って、うん、だって公務員じゃないのでね、うん、安定した職業ずっといるわけじゃないので、亡くなったら亡くなった時にまたもう一回考えればいいし、うん、ずっとやれるたらやりたいですよね、永遠ね、うん、なんかこう何が正解かどうかもよくわからないですけどね、それをこう皆さんで一緒に考える場ですかね。そうですね、これはこうですって決めつけるようなことあんまりしない気がする、うん、これはこうですって言うとね、それはこうですがね、不正解の場合もあるんでね、うん、正解かどうかっていうのはわからないんですよね。でみんなうまくいくとその勝ち馬に乗るんでね、ほらそうだろって言ってみんなが言うのが、これは芸能界はそうですから、うん、分かんないですよ。でもね、一生懸命やったらなんか降ってくると思いますね、努力するとね。きっとそんな価値観にどっぷり乗ってる視聴者の方がこのチャンネルを楽しんでくれてるんだなっていうのは、そうですね、うん、まあ本当どうする家康 1.6 万人ね、方が再生していただいたり、うん、1本目ですよ ね、まあ、ずっと伸びてるんで、最終回の鎌倉殿の13人もね、うん、なんか2万人、はい、2万人超えましたね、超えましたかね、はい、最終回の話をねしたり、歴史の話もね、まあ、本も歴史の本も出させていただいたり、いろんな話もできたり、いや分からないですよね、これ何が正解なのか分からないですけど、でも僕も驚いてますよ、やっぱ55になってね、こうやってまだ仕事があるってことがね、うん、もう本当にデビューして辞めて30ぐらいで老後かも分からないなと思ってましたね。え、それ何歳の時？電波少年の頃、ああ、きつすぎて、いやこれずっとやれるのかな、こんな仕事、こういう仕事でって思って、30で老後でもおかしくないですからね。ずっとやれるのかなって、まあ、どういう意味ですか？ずっとタレント業って言えて、やずっとやれるのかなって、はい、ずっと必要としてもらえるのかなっていう、うん、そういうことですよね。だって僕ね、高校の時に芸能界入るって言ったら、学校の先生がバカなこと言うなって言われましたからね、うん、バカも休み休みって言ってね、バカって休み休みバカってそれ違うんですけど、本当ね、人生棒に振る気かとか、でもなんか、こうしてこういう仕事があると思ってやりましたんでね、良かったと思いますね。かといってじゃあ専門教科の勉強やってたら専門の仕事もできないし、続けられないし、会社もやっぱりすぐ辞めてると思うんですよね、うん、結構転々といろいろ職業ついてたようにも思いますけどね。この仕事やってなかったら何の仕事やってますか？いや分からないですよね。
自衛隊行こうかなと思ってましたけどね。あ、そうですか。はい、僕家でねバーベルで重量挙げの選手を目指してたんですよ毎日バーベル挙げてたんですよ。うちの高校レスリング部が強くて、あ、そうですね、格闘場があったんで、そうだそうだ、そこで僕ね、ま、昼休みはなんか筋トレなんかやったりとか。あ、そうですか。なんかね、すごい楽しかったんで、あと伊沢狩良二さんのロス五輪の重量挙げを見てて、ああいう人みたいになりたいなと思ったこともありますね。タレントになる前はそれを思ってましたね。まあ、でも自衛隊になったところでそこでもモノマネはやってたんでしょうね。やってると思いますね。なんか昔の月刊明星に自衛隊入るにはどうしたらですかって言ったら、通信販売でバーベル買って筋トレして上野駅を歩いてたら入れるって真面目な質問に主演者の方がそれ真面目に答えてんだけど、あーいい意見、あーなるほどと思って思うけど、でも今大人としてその質問に答える記事を見てふざけてるなってちょっと一瞬思いますけどね。当時はいい意見聞いたな、やっちゃおうかなと思ってくらいですけどね。うん、まあ、そんな松村さんのこのチャンネルをね、いつもご覧の皆さんに、じゃあ最後に、もう本当できて3年ですかね、まあ、こんなに長くやれると思ってなかったんですけど、まあなんかいろんな好きなこととかいろんなことがやれたらどんどん広げて楽しい YouTube にしたいなと思ってますね。ためにならないっていう割には意外にためになってるよっていう人もいれば、ダンカーさんみたいな本当ためにならないなっていう人もいれば、いろいろだと思うんでね、なんかいろんな方々とコラボしたりいろいろと、好きなことをこのコンセプトは曲げないで継続の力でやっていきたいと思いますね。ありがとうございました。はい。